FCX はホンダ技研工業がかつて生産、リース販売していた燃料電池自動車である固体高分子系燃料電池とウルトラキャパシタを電源とするハイブリッド車で2002年よりアメリカ合衆国、日本で約20台がリース販売された2002年10月 FCX プロトタイプが発表され同年12月に日米両国でリース販売が開始された 米国政府による燃料電池車販売認定を受けた燃料電池車として世界初である燃料電池スタックの最高出力は7 8ット。燃料タンクはリア床下に68リットルと88リットルの合計156.6リットル最大充填水素量は350気圧で水素重量は約3 7 5ラムであるウルトラキャパシタは 後部座席後ろに沿わせるように配置され、静電容量は8.0回、エネルギー密度は 3.9Wh、キログラム、出力密度は1 5 k w ム以上である。モーターはトルクが 238Nm から 272Nm へと、約15%向上し、最高回転数が 11000RPM、最高効率は97%、 平均効率は93%以上である。最高速度は時速 150km。軽基板は新開発の3眼メーターとなった。エアコンの暖房には温水加熱システムを採用している。フロントおよびリアバンパーのデザインは FCX 実験車最終型から変更された。リアサスペンションはアコードタイプの5リンクダブルウィッシュボーンでリアサブフレーム一体マウントとなっている。 CD プレイヤー、ヒートドアミラー、パワードアロック、パワーウィンドウ、クルーズコントロール、トラクションコントロールなど一通りの快適装備を備える。2003年10月、ホンダ FC スタック搭載、FCX が発表された。燃料電池スタックには、新開発のステンレス鋼板を使用したシール一体型のプレスセパレーターが採用された。従来のカーボンセパレーターを使用した。 ホンダ FC スタックより部品点数の半減と軽量コンパクト化2倍以上の出力密度向上接触抵抗の半減や熱伝導率も5倍と大きく向上した電解出膜も従来のフッ素系ではなく新開発の炭化水素系アロマティック電解出膜となりこれらによりマイナス20度での発電が可能となり耐久性が向上暖気に要する時間も従来型の1 となった。FCX はこの燃料電池スタックを過失ユニットを挟んでに分割で搭載する。モーターは 80kW にパワーアップ。ウルトラキャパシタは10%以上。出力密度とエネルギー密度が向上。駆動エネルギー効率は55%となった。2004年11月にニューヨーク州トリース契約をし、12月に納入された。日本でも12月に北海道庁と契約し、 2005年1月に納車された新たに FCX 用のモーター制御 TCS を開発し、接動にも適用した HDD ナビゲーションシステムも搭載。2006年水素充填ソフトウェアのアップグレードにより航続距離が向上した初代オデッセイをベースとし、2列目シート以降に燃料電池装置などを搭載した実験者が和光研究所にて開発されたとされる。 FCX プロトタイプ1999年10月から東京モーターショーで展示されたコンセプトカー。開発コンセプトはツインソリッドで上部ビッグフォワードキャビン、下部燃料電池ユニットという分割されたデザインを取る。全長 X 全幅 X 全高は 4525mmX1、800mmX1、500mm。 1999年より1年ごとに燃料電池実験者を公表した EV プラスをベースとし燃料電池システムを積み込んでいる外観はほぼ EV プラスに準じる FCXV1、FCXV2 FC 編集1999年9月に公開された FCXV1 は純水素燃料で水素急増合金ラニー5タンクを使用し バラード社の燃料電池スタックを搭載しており、FCXV にはメタノール燃料のオートサーマル解出型で、ホンダ製の燃料電池スタックを搭載する。パワーアシストはバッテリー型が採用されている。FCXV3、編集2000年9月に発表された。FCXV3 は高圧水素を燃料とし、パワーアシストとして、ウルトラキャパシタを採用している。 バッテリーでは設計以上の大電流を密る放電すると性能が劣化するほか、電力伝達機構として DC、DC コンバータなどの装置が必要となるため、最大電流を制限する必要が生じ、加速時にモーターへの電力供給が十分に行えないことがある。ウルトラキャパシタにより、素早く大きなエネルギー供給し、DC、 dc コンバータなどの装置を不要とすることが可能となった。このため、キビキビとした加速が行える。モーター最大出力は 60kW に向上。モーター最大駆動トルクは 238nm。システムの小型化により4人乗りを実現している。車両重量 1750kg。燃料電池はバラード車程スタックを使用。航続距離は1 8 0トルで、最高速は 時速 130km、キャフシッピー、P、に参加し、11月からカリフォルニアの一般道での走行テストを開始した。2001年2月燃料電池スタックをバラード製からホンダ製に変更した FCXV3 with ホンダ FC スタックの行動テストを開始した。2000年11月から8月末までの FCXV3 の走行距離は約1万 km に達した。 FCXV4、編集2001年9月に発表された。燃料電池システムが新設計となりコンパクト化されている。燃料電池スタックはバラード製。パワーアシストはウルトラキャパシタ。車体前後にクラッシャブルゾーンを作り衝突安全性を向上させ、燃料タンクを床下に収納、加湿スペースも確保している。新設計の燃料タンクは350。 気圧水素タンクとなり、航続距離が 300km と大幅に伸びた。最高速は時速 130km から時速 140km となった。ラジエータの大型化や、軽基板のデジタルメーターの一新も行われている。全長 4205mm、車両重量 1740kg。2002年3月発表の国土交通省大臣。 認定取得車両では、航続距離を 315km としている、2007年箱根駅伝大会本部車検討機、行動走行試験車、ありがとうございます。